民主党は先週政策インデックスというものをまとめて公表しまして、で今日マニフェストを発表する段取りなんですけれども、次回この民主党の政策を目に通されているようでしたら、その外交安保部門の政策についてどういうか受け止めをされていますか。まあ、我々は外務省日本外交をですね、きちんと考えていく上でですね、常に外務省としてあるいは外交としてこういうふうに進んでいくべきであろうということは常に考えていますけれどもですね、その時々のもちろん内閣のご指示を得ながらそれをやっていくということだと思います。それがまあ基本ですしですね、その上で言えば外交というのは一つの大きな枠組みの中で、世界の中でですね、日本が置かれている国際環境と、そういう中でですね、日本の安全保障をどういうふうに確保していくのかと、これがあると思います。でその基本はやはり日米の安全保障同盟関係ということがある。それは国民のですね、幅広い支持が得られているものだと思いますから、そういう意味では全体として、日本のこの外交の基本方針というのはですね、国民の大きな支持を得ながらやっていくものだと。その中では当然のことながら外交の継続性ということもあると、そういうことを踏まえてですね、当然各々の政権というのは対応されるのではないかというふうに期待しているということだと思います。その日本の安全保障の下りですが、民主党はですね、日米地位協定と、それと在日米軍の再編問題の見直しを主張しているわけですけれども、それは対米関係にどのような影響を実際に引き出すか。ここのことについてはですね、各々いろいろとまだ今後の話ですからですね、ここについて今私自身がコメントをするということは適当ではないというふうに思っております。あの時間やはり民主党のマニフェストですが、はい、政策とは別にですね、意思決定のあり方として事務次官会議の廃止と、はい、意思決定を政治の場に取り戻すということで、そういうことを主張しているわけですけれども、はい、事務次官会議に出席されるお一人としてどういうふうに思いますか。これはまあ一人外務省の事務次官がどうのということだけではありませんでですね、それで政府をどういうふうに運営されるかという中での組織、政策決定のプロセスの問題だと思いますから、これも私自身がどうだこうだというふうにですね、言うということは特に適当ではないというふうに考えます。すいません、はい、民主党に関連してなんですけども、その内閣参事官へのですね、異動人事などをめぐって取り出されているとか報道されているんですけれども、その民主党政権を意識した人事というのはこれはあるんでしょうか。いや、それは特に行っておりません。ただ次官おっしゃるように、その外交とか行政の継続性をですね、考えると、そういったこともやむを得ない部分もあるのではないかと思います。いや、今までのところは特にそういう具体的にですね、そういうことを考えてやっているということはありません。9月に入ると国連総会だとか G20 だとか、はい、あるいは11月のオバマ大統領が、はい、いろいろ外交日程がありますですね、はい、政権交代も念頭に入れながら、民主党サイドに対してもいろいろと働きかけをしていくというようなことをやっておられるんでしょうか。いや、今私どもの方からこの段階でどういう働きかけとかということはございません。9月下旬の大きな会合なんですけれども、はい、首脳級が各国みんな入ってくると思うんですけれども、はい、やはり新政権の総理に行ってもらいたいという考え方は外務省にはあるんでしょうか。いずれにせよこれ、新政権というのは選挙の結果できる内閣ということでありましょうからですね、それがどういう形なのか私は今特に分かるわけもありませんから、いずれにせよ9月の末から10月11月にかけてですね、立て続けんといいますかね、国際的な舞台、各国の首脳が集まるですね、サミットが開かれるということは事実であります。次は、はい、今日北朝鮮の外務省が、はい、報道官の談話を発表しまして、その中で6者協議を改めて拒んだ上で、事態を解決する、
対応方式は別にあるという談話を発表しました、はい、そこで2点を伺いたいんですが、まず1点はこの談話をどう受け止めるのかということと、はい、この対話の方式というのは、まあ、米朝の直接交渉をまあ念頭に置いたものと見られますけれども、はい、現在日本政府として米朝の直接交渉についてどう考えでしょうか。まあ、あの6年7年私このことに関わり合いを持ってきていますけれどもですね、何度も聞いたような話ですから特にコメントはありません。で、大事なことはですね、北朝鮮の核を廃棄させることだということで、それについて国際社会がですね、あの一致した行動を取るということで、現在安保理決議の実施に向けてですね、関係国がみんな一体となっているということが一方においてあると、そういう中で当然北朝鮮もですね、そういう国際社会の声にきちんと向き合ってですね、それで問題解決をするということに出てくるんであれば、それは当然6者協議というふうに決まっているわけですから、でその枠内の中でそれはいろんな形の場合の協議もあるかもしれませんけれども、それがあの今の全体の国際社会としての意思だと、こういうことで私どもは考えています。先日のプーケットでの日韓外相会談で、6者協議の共同声明の完全実施に向けた包括的な取り組みが必要であるという点で一致しました。一方で次官は以前あの6者協議については新しいアプローチが必要だというふうにおっしゃいましたけれども、はい、包括的な取り組みあるいは新しいアプローチにおいて日本政府が重視するというのはどうなんでしょうか。あの我々が重視するのはですね、2006年の段階でですね、核実験を北朝鮮が行ったと、そして2007年以降ですね、6者協議の下でいろいろな協議が重ねられてきた、でまた各国いろいろな形でですね、バイの関係も模索してきたと、そうした中でですね、そういう取り組みがあったにもかかわらず北朝鮮がまた核実験を行いですね、今までのと我々の取り組みというのがですね、実を生んでいないという、その点についてきちんとした分析を行いですね、何が具体的に不適当というか十分な対策で十分な対策として機能してなかったのかどうかと、でこれからどういうふうにすればいいのかと、この一点に尽きるわけでして、そのために私が言っている新しいアプローチというのはですね、6者協議の下で進めるアプローチでありますけれども、やはり今までのところはですね、あまりにも詳細に部分部分を区分けした格好でですね、それで、やってきたということが実は全体像を見失っていたのではないかと、したがって最初の時からですね、きちんとしたタイムフレームというのをどこまで具体的に書けるのかどうかとか、まあ、いろいろ工夫があると思います。そういうことについてですね、具体的に各国がみんな知恵を持ち寄ろうではないかと、ですから一方において今安保理決議の完全な実施を行うと、その一方において6者協議が再開されるに至る時にはですね、あるいはそれを準備するためにですね、具体的に中身を今詰めていこうと、そういうことだと思います。でその中身というのは、大きな目標というのは北朝鮮の核兵器、そしてその関連のプログラムを完全に廃棄させることであると、こういうことです。でそれをすれば当然のことながら国際社会もその北朝鮮に対してですね、国交の正常化であるとかいろんな形でそれは応じる用意があると、安全の保障についてもですね、そうですね、そういうことを、それをまあ言えば包括的なパッケージということにもなると思いますしですね、それをより明確なタイムフレームワークも考えて、いろいろとこれから考えていく必要があると、こういうことだと思います。他に基本的なところで恐縮なんですけれども、日韓外相会談で一致した包括的な取り組みという表現と、次官が適当におっしゃっている新しいアプローチというのは、これは別のものなのか、表現が違うだけで内容は一緒に、まあ、あの考え方が共通していると思いますですね。他にご質問ございますか。内容ですので、はい、どうも。